皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、日経平均プラス178で、昨日のダウはマイナス200ということで、せっかくね、こう調子良かった勢いが、まあ、久々のマイナスと陰線で、まあ、出来高はね、急増してるんで、まあ、もしかしたらここでちょっと分岐点になっちゃうかなっていうのが怖いんですけど、まあ、一応下髭なんで、まあ、今日のね上昇に期待したいというところです。で、まあ、日経がねプラスで、マザーズもプラス4ということで、まあ、日本のですね、まあ、市場の地合いとしてはそんなにまあ悪いことはなかったんですが、今日もですね、まあ、値動き激しい銘柄が多かったので、見ていきたいと思います。で、まずはですね、まあ、最注目というかね、メディネットなんですが、はい、でメディネットプラス8ですね、プラス8で、11% の上げということで、まあ、高値はね84まで、行っていてですね、寄り付きというかね、最初マイナス66まで落ちたんで、今日続落かなと思ったら、5番にかけてね、反発という形になったので、まあ、1つ目のね窓は閉めたんですが、まあ、まだ大きい窓がね2つあるので、まあチャート的に見ると今日の買いが、まあ、出来高もね大きいというかね多かったんで、まあ明日も V 字というかね上げそうだなという感じはするんですが、まあただこの窓がすごい気になっちゃうなっていうのが、まあ自分の意見なんですけど、まあ勢い的にはね出来高こんだけこなして、まあプラスというところと、まあ下髭、まあ十字になってますけど陽線ということで、まあ上がりそうっていう感じはしますけどね、このチャートだけ見れば。ただこの窓だけちょっと、気になるなというところで、次ですね、サイバーステップ、はい、でサイバーステッププラス28で 4% 上げなんですけど、5バーねもう引けにかけて一気に上がった形で、寄り付きとかねずっとマイナスで推移しててですね、最後は上がったと。でこちらはまあ材料出て、まあ、ストップ高で昨日もストップ高、最後剥がれたというところで、まあ、そろそろでも売られるというかね、一回利確が出てもいいのかなというラインかと思うんですが、まあ、一応5番にかけて買われていったのでもう一段上があるのかなという感じもしますが、で、画面はですねちょっとこのサイバーステップのままなんですが、注目銘柄、いくつか読み上げていきたいと思いますが、グローバルウェイですね、マイナス2なので、終わり値376ということで、あとはですね Y ハウドゥカンパニー、マクロディアですね、一応引け後に材料というかねIR 出てたんですが、まあ、いい内容だと思うんですけど、今のところ PTS の推移がないので、まあ、明日プラス10とか20いってくれればいいかなという感じがします。で、まあ、この後ね、ピアーズ、見ていくんですが、まあ、その前にというかですね、まあ、アジア開発ですね。アジア開発は、まあ、5円、6円の板なんですが、まあ、一応、PTS とかね、ザラバもですね、5.9、6.0 というところなんで、もうちょっとでね、6円買いですかね、7円売りの、まあ、板になれそうかなというラインです。で、この後はですね、はい、で、ピアーズなんですが、まあ、昨日言ったように、まあ、5バーというかね、まあ、寄り付き高かったんですが売られたということで、まあ、昨日はストップ高で今日も高く始まって売られてという形で、まあ、この形ここ同じで、ある程度ですねこのピークが過ぎたというか上がりきって下げチャートの時に IR が出たら、一発ストップ高で次の高値で売られてと、全く同じ形ですね、これ。ストップ高、大陰線、
ストップ高第2線、全く同じパターン。まあ、なので、まあ、一回ね、どっかライン分かんないんですけど、まあ、機関が信用買いを、まあ、なくしたいというかね、安いラインで買い集めたいのか、まあ、とりあえず力的にはね、無理くりでも今下げてる途中だと思うんですよね。で、どっかのラインである程度、V 字になってからは、まあ、綺麗に上げ続けると思うんですけど、今勢い自体は右肩下がり。で、IR が出るたびに売られてるという状況なので、まあ、どこで、まあ、分岐点というかね、流れが変わるのかなと、まあ、自分は思ってます。で、今日ですね、まだ勢いがあったのがガーラですね。はい。で、ストップ高になってます。で、ガーラもね、200台からもう2倍。短期間、まあ短期間といっても、まあ2週間ほどありますけど、2倍以上を達成しているということで、PTS もプラス63、14% 上げなんで、もう200から、まあ、500手前までね、上がってますんで、まあ、2.5 倍近いですかね、上げとなってます。で、まあ、ゴールデンウィークぐらいですかね、上げた動画で、例えばガーラとかメディネットみたいな、まあ、ゲーム関連とかバイオ関連の IR が出れば2倍とか、ガーラは定期的に上がってるみたいなことを紹介して、まあ、その後ですね、今、ガーラとかメディネットが2倍達成して、非常に、まあ、調子がいいというかね、好調な値動きしているので、まあ、この勢いというかね、流れで、まあ、これだけガーラ、メディネットって当たってきてるんで、まあ、次は、アジア開発、まあ、最低2倍以上ですね、は来てもいいんじゃないかなと、まあ、自分的には思ってます。で、まあ、今回はですね、以上になります。よかったら、チャンネル登録していただいて、また別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。